皆さんこんにちは、計算チャンネルです。30度超えの猛暑日が続いてますけども、そんな時はカレーが食べたくなると誰かが言っていたような気がします。なので今日はバターチキンカレーを作っていこうと思います。とあるレシピをね、真似して作ってたんですけど、だいぶ慣れてきたんで簡単に作っていこうかなと思っております。めんどくさくない料理が僕は好きでして、だけど今回は材料がいろいろ必要です。でそれはですね、ちょっとその前に怪しいノンアルコールビール見つけたんで、これちょっと飲んでいきます。じゃあ順に必要なものを、ニンニク、生姜、ケチャップで、コストコの一生なくならない黒胡椒、カレー粉ですね、オリーブオイル、醤油、みりん、これみりんタイプですけど、牛乳、ヨーグルト、バター。鶏もも肉、インドカレー屋さんとかで食べると大体もも肉なんで、胸肉でも全然 OK です。であとは玉ねぎですね。じゃあね、玉ねぎを切っていこうかな。玉ねぎです。ほい、じゃあ玉ねぎ切っていきます。あー目が痛い。あーもういいや。超粗みじんですけど、でオリーブオイルですね、鍋にポーンと。ちょっと出すぎたね、これは。一旦こうやって油の上にダイブさせておきます。ちょっとまだ火はつけずに置いときます。この状態でもも肉ですね、もも肉2枚もうドーンと今回は入れちゃおうと思います。僕はですね、この皮の部分っていうのを別で料理します。つまみを作ります。まずこう鶏皮をね、小さめに切っていきます。この卵焼き器ぐらいの、まあちっちゃいやつでいいです。火加減は適当です。で鶏皮さんを入れまして、ここでですね、カレーに使うはずのこのカレー粉、これを鶏皮になんと入れていきます。カレー風味のね、鶏皮焼きですね。あ、塩コショウですね。これだけでもうめっちゃうまいです。これさっきのこのフライパンの玉ねぎ、これ入れちゃいましょうか。これ絶対合うっしょ。おお、めっちゃいい匂いこれ。うん、きっと。いただきます。めっちゃうまいっす。もっとカリッとさせた方がよかったんじゃない。はい、じゃあ次はもも肉ですね。もうもも肉切っちゃいました。まあこんな感じでちょっとゴロゴロ目ですかね。ここにいろんな調味料を入れていきます。まずカレー粉、ささささっと、ちょっと多め。醤油、あ、大さじ1ぐらい、2ぐらいんで、ケチャップですね、大さじ1か大さじ2ぐらいで、ニンニクと生姜入れた方がうまい気がしますね。生姜は僕は結構ね、多めが好きです。ほらとヨーグルトですね。この中でヨーグルトが一番多めな感じ。ヨーグルト入れるんですね。ドバッと、もうちょっとドバッと、もう一回ぐらい入れちゃいましょうか。はい、でこれを混ぜます。混ぜましたら、まあ、10分ぐらい置いとくといいみたいですね。じゃあ10分を一瞬で待っていきます。ほいほい、で10分経ちました。オリーブオイルの上に玉ねぎ乗せたじゃないですか。バターも入れなきゃいけなかったですね。炒める前だから全然 OK。 結構バター多めに入れましょう。うん、ドバッと。じゃあ火つけて炒めていきます。あ、そうだ、これカレー粉も入れた方がいいかな。忘れてばっか、もう適当すぎる。いやー、めちゃくちゃいい匂いしてきましたね。玉ねぎがしっかり炒まったんで、ここに漬け込んでおいた鶏さんをね、とうとう入れてきます。タレも一緒に全部これを炒めていきます。じゃあお肉結構、炒まってきたんで、じゃあここに次はトマト缶をなんと入れていきます。でこれカットトマトですね。これで手を切れないように、でこの中の水分ごと全部ドバーっと、でしっかりと鶏肉にね、火を通していきます。水分が結構いっぱいになってきたんで、まあ、煮込む感じになりますね。カレーっぽくなってきました。美味しそうじゃないですか。熱くなってきた。でここにですね、牛乳を入れちゃいます。
はい、牛乳入れます。うん、さらにバターも、また入れます。ちゃんとしたバターでやったらもっと美味しいかも。でもこれでも十分美味しいので大丈夫ですよ。で、これ結構適当でやってるじゃないですか僕、うん、大丈夫なんですよ。はい、じゃあ次は醤油とみりんを入れていきます。なんか和風ですよね。はい、醤油、まあ大さじ 1,2 ぐらいで、今回初みりんですね。ドバドバドバッと。味薄かったら醤油とみりん足せばいいと思います。コクが足んなかったら牛乳とバターを加えればいいって感じですね。はい、そろそろ仕上げかな。なんともうラストでした。仕上げに黒胡椒を振って終了です。ラストブラックペッパー、はい、できました。これなんだろう、タイトルなんだろう。まあ、いや、美味しいバターチキンカレーで、美味しいバターチキンカレーです。味見してなかった。味見しよう。ずっとお箸でやってたの、お玉ちゃんでやればいいですね。はい、味見しまーす。うん、生姜が効いてる。あ、意外とでもしょっぱさは大丈夫で、ちょっとコクが足らない感じだったから、バターとこんなんで多分いいはずってな感じで、調整してください。じゃあいただきます。うん、うん、めちゃくちゃうまいっす。一般的な材料で本当に美味しくできるのって最初思ったんですけど、これめっちゃうまいんで、よかったら作ってみてください。なんかトマトがねおしゃれな感じなんですけど、バターのねコクとかめっちゃいい感じです。うん、鳥さんも美味しいですね。ね、もうこれでいいですか、扇風機。うん、めちゃくちゃ暑い。ちなみに名古屋弁ではカレーと言います。はい、ね、バターチキンからインドカレー屋さんで、ね、食べるよりコスパかなりいいと思いますし、皆さんもぜひ作ってみてください。というわけでですね、まあ、料理動画もね、また楽しくやっていきたいと思っていますんで、ね、また次回もよろしくお願いします。それではさようなら。